皆さんおはようございます。デュオレアリスの相葉純一です。今日はね、岐阜県御三川にやってきました。5月6月のね釣りバスはねアフタースポーン、産卵後のアフタースポーンです。で今回はまあちょっとこちらですね、新虫、古新虫を利用したね、まあ虫パターン、カエルパターンからね朝一ね狙っていきまして、まあ一日をねアフタースポーンの攻略法実調バージョンとしてねちょっとやっていきたいと思いますのでね、今日も一日よろしくお願いいたします。ここね神社対岸となりますね。そこはねやっぱこの季節なんと田んぼに水が入ってカエルも増えるし、もう虫も出てきます。朝一にやっぱり岸際に寄ってるということで新虫でやってきます。でこれでヒュッと、ここ木が倒れてるんでちょん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 。今日の天気予報は今から雨が降りやすい、もう多分ほぼ雨になってくるんじゃないかな今日は。ということで、まあ、朝一こうやって気圧が低いので上も向いてるんじゃないかなっていうこともある。もう5月6月7月はねやっぱ御三川で、ここ御三川、大江川、あと中部地区の平野部のね、フィールド、野池にしても川にしても、ね、そういうフィールドっていうのはもうアフタースポーンからサマーパターンに行く条件はもうどこも一緒、どこも一緒っていうことはやっぱりこういう虫パターンっていうのは通用しやすいので、皆さんぜひね、せっかくなんで朝一新虫小新虫でスタートして虫パターンとかねカエルパターン行くとね楽しい釣りができます。はい、虫系がね食わなかったのでミッドローラーのローラー作戦、今回もまずローラー作戦でバスの居場所をちょっと掴んでやっていきたいと思います。水がいいエリアをちょっと探しながらやっていった方がいいかな。相当水悪いな、ダメだな、水が悪すぎる。水がやっぱこの時期っていうのは田んぼからの水も入るし、雨降るとねそれが気温が上がると赤潮っぽくなったりね、やっぱ植物性のプランクトンが入ってきて水温がガンと上がるとやっぱ赤潮とか出やすいので、ちょっと今ここのエリア水も止まってるし水が悪い、水がいいエリアをちょっと探しながらねやっていきたいと思います。はい、ショアラインのパターン切り捨てて、沖でもねちょっと動きが一番おとなしい、ね、ミッドローラーでちょっとプル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 動くんで、ロールでもねもっと弱い動きのロザンテの 63SP、 レンジをね減衰しているのでこれが一番マッチするかもしれない。これでちょっとねちょっと沖目を狙ってって、まあ、パッと流して食わなきゃもう移動します。食うと思うんだけどな、1本ぐらいは。水が悪いが勝っちゃってんだろうな、一番。はい、今ね御三川ちょっと調子がね悪い、フィールドコンディションが悪いのでタイミングをね置き直すね入り直したいので、ちょっと状況を開けるために今前川池、大江川のほとりにあるね前川池という池に来ました。はい、ここのね前川池ね、近所に大江川とか御三川、あとヨット池あるんですけど、そことねまた遊漁圏が違うのでね、みんなちょっと注意をしてください。ここね今年好調なんですよ、でかいのが釣れる。それでねアフタースポーン産卵後のバスを狙うのにこのデカニンムシで、今年特にね岸際の足とかそういうところにアフタがポケンと浮いていることが多いので、それをねちょっとピッチングとかで狙ってフリーフォールさせて水平ホールで多速系多波動ワームで狙ってきますね。ここら辺もいいと思うよ。
ヒューッと落として竿で送ってラインをピューッと見る。ちょんと持ち上げてヒュッと上げるとまたふわ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 っと落ちていくから、もうデカチンムシだね。デカチンムシリグ。でかいでかいでかい。よっしゃー、来たでかい、来た。見る、ほらほら、食ったよ。水平ホールさせてね、フリーリグとかと違ってやっぱりね、あの水平ホールさせると食っちゃうんだよこれ。じゃーん、足の中にいる真っ黒のバスじゃね、真っ黒、色が黒い、ね、水平ホール、アフタースポーンというのは水平ホールがすごく効くね。え、うわー、もう完全に足についてる甲殻類とかね、イメージして食った。これいいんじゃない、でかいんじゃないこれ。50ないにしろ多分40後半ぐらいあるよ、ほら。はい、今回ね活躍してくれたのがこちらのニンムシシリーズですね。で、今年2021年にこのデカニンムシが登場しました。これでね、デカニンムシ、ニンムシ、コニンムシとね、3つのサイズ別がね使いこなせれるということですが、今回このデカニンムシはアフタースポーンを水平ホールで食わせるために 4.4g のネイルシンカーをお腹に入れたオフセットフック30を使用したネイルシンカーでの水平ホールでの釣りをやりました。それでね、こちらやはり浮力があるマテリアル、エラストマー素材を沈めることによって水に反発しますので、手がよりしっかり動いてくれるということで、多速系多波動ワームとして活躍してくれます。そしてね、ニンムシ、コニンムシは、まあ、表層でもね使えますが、この時期まだ表層まで出ないバスをチンムシリグですね、専用のジグヘッドも今作ってますが、ジグヘッド16分の1オンスでのホーリングで沈み物を攻略して今回ね釣ることができました。皆さんぜひニンムシシリーズ3種類あります、使い分けてみてください。はい、続きましてね、こちらね、今回も活躍してくれましたフェアリスのメドストホバスト専用機のファインダーシャット3インチとなります。こちらね、ノンソルトマテリアルということで、まあ、あの浮力自体も、まあ、浮力があるというよりは沈みが遅いですので、ミドストホーバーストをナチュラルに漂わせやすいというメリットがあります。そしてね、アフターの季節、物についてる杭とかレイダウンについてるやつをゆっくり表層で弱いロールで持ってきて、テールがねシャッドテールみたいにプル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 振ってくれます。ホーバーストをするとね、それでも食わせますし、あとね、これから6月7月とね、表層でまあ、イナコ、ボラの子供とかオイカを食い出したら、アイジビキ、タダマキでもね使えますので、ぜひね皆さんファインダーシャット使ってみてください。はい、朝一ね誤算やって、今前川池行ってね浮気して大きいのを釣れました。それ完全にもうやっぱアフタースポーン、物について浮いてるやつをね、まあ、狙って釣果なんで、ここ誤算川、雨が降ってきたタイミングでね今戻ってきました。天気がね今悪いので、ちょっと膨張するカラーのファインダーシャットの白魚カラー、これね曇ってるからちょっと膨張するんだけど、例えば晴れてたらクリア系のカラーとグリパン系のカラー、ウォーターメロン系のカラーでねやればいいんですけど、この今ホバストでちょっと狙っていきたいと思います。もう、あ、食った木の横から出てきたファインダーシャットのホバスト食ったよ、ほら、あ、潜る、もうやめて木の横から出てきたよいしょ、うよー、ほら、じゃーん、ホーバスに帰ってすぐファインダーシャットのもう水面直下、ひらひらって言ってた木のね、すごいレイダウン、倒木があって、そこからヒューンと食ってきた。ほらー、ホーバースト、やっぱり物についとんだね、アフターで
お箸とかそういう木とか釘とかにサスペンドしてる、ね、はい、やったぜ。ファインダーショットホバスト、はい、今ねホバストで狙ってって、まあ表層直下ずっと流してもう探ったんで、今度はコニムシ、これでまあ足際とかこういうレイダウンね、レイダウンとか沖に沈んだ杭とかそれこそ木が倒れてるようなところを今度は沈めてチーム虫で狙っていきます。あそこまた波紋できたね、今なんかあるんだ。ほら食った、よっしゃ、でかいんじゃないこれ、ほらほら来た、おっしゃ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 、来た来た来た、よっしゃ。釣れたルアーはコニンムシの、まだ詳しくはお見せできないですけど、チンムシジグヘッドね。はい、皆さんお疲れ様でした。ね、今回の御三川はなかなかね朝一渋かったですが、まあ午後ねパターンつかめてからは結構釣れたんじゃないかと思いますね。枝が倒れて沈んだものや、ね、岸から倒れてる木などにね身を潜めて、餌が来たら餌を食って体力を回復するというねバスが狙えました。まだねこれからどんどん餌を食ってバスはね産卵の体力を回復してね、餌を送ってどんどんルアーにもねアタックしてきますのでね、また虫パターンね、カエルパターンでチンムシでやったり、これでね今日調子が良かったチンムシパターンでやってみたり、このねファインダーシャットでね表層愛知系です攻めたり、ミドストホバストで攻めたりね、ハードベルトでガン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 巻いて攻めたり、いろんな釣りはねできますので、ぜひこれから楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。